2号車もガレージの前に出ましたね。2号車のロータスもどうやらガレージの前に出ました。さあ、シグナルグリーンが点灯しまして、今チームメイトの名取哲平選手が昨日の予選では自身初めてのポールポジションスーパー GT で獲得しましたね。さあ、そして GT500 のマシンも動き始めました。今シーズン2度目のポールポジションからのスタートとなります。カーナンバー19番、ヘッジスポーツアドバン GR スープラ
ドライバーラインナップは第1ドライバーに国本雄二選手、そして第2ドライバーが宮田理智選手。昨日の2回目の予選 Q2 では宮田理智選手が見事な走りを見せてポールポジションをゲット。公式練習の時にはちょっとね、びっくりするぐらい調子が悪そうに見えたんですが、それを逆転をして、見事なポールポジションに返り咲いたというところ、本当にすごいと思いますね。さあ今シーズンは第2戦富士の大会でポールポジションからスタートをしましたが、レースは残念ながら7位フィニッシュ。さあ今回のツインリンク茂木では最後まで逃げ切ってポールポジションを達成できるかどうか、カーナンバー19番スタンドドライバーの国本選手が現在乗っていますけれども、ファンの皆さんもしっかりと応援よろしくお願いします。さあカーナンバー18番が今90のコーナーからセカンドアンダーブレッジ、そして日陰の短い日陰を今ですね、受けましてビクトリーコーナーに姿を見せます。さあライバルたちの27台を横目で見ながら、小林隆選手気持ちよくポールポジションまで車を運ぶことになるでしょう。先の今タイムをお届け出しました名取哲平選手は今シーズンは全日本スーパーフォーミュラライズ選手権でシリーズタイトルを取りました。ドライバーズチャンピオンに輝いた期待の若手です。さあそんな若い爆発力が昨日炸裂した予選ということになりましたけれども、決勝レースはね、すぐお隣にはランキングトップの車両もいます。後ろには同じ車両でタイヤの違う、そんなライバルもいます。果たしてどういうレースメイキングを見せるか。今カーナンバー18番のアップガレージ NSX GT3 がポールポジションのグリッドにロックオンです。さあそして、もうあと1台ですね。ゆっくりとしたスピードで90度コーナーに入っています。スタートドライバーの国本雄一選手。さあこの先輩が宮田理智選手に車両を渡すときには何位を走行できているか、今日のレースの序盤からのこの激しい動き、いやータフなレースになりそうです。さあそしてカーナンバー19番は今 GT300 のこれから28台を間を抜い、そして GT500 のライバル14台を横目にポールポジションの位置までマシンを運んでいきます。さあ今季2度目のポールポジション、そしてその横には同じメーカーの横浜タイヤを履くライバルチームがいます。2016年以来ですか、この横浜タイヤ GT500 フロントロー独占という茂木のレースになりました。さあ今ゆっくりと国本雄二が手を振るレースクイーンの前にマシンを止めました。さあ2021オートバックススーパー GT ラウンド7茂木 GT300 キロレースの出場全車がグリッドに収まりました。この後13時にレーススタートいたしますが、決勝レースへの健闘を祈りまして、ファンの皆さんどうぞ出場全チームに大きな拍手をお送りください。